ダッシュ8は GE トランスポーテーションシステムが製造した電気式ディーゼル機関車のシリーズである。形式の末尾に蜂を不満する。ダッシュ7シリーズの後継にあたる。最大の変更点はディーゼル機関車としては初めて制御装置にマイクロプロセッサーを使用したことと車体の製造にモジュラー方式を採用したことである。試作機の完成が1983年。 改良機の量産開始は1987年である。車体は複数の携帯の構え体を用意しておき、車体の長短などに合わせてその組み合わせで作り上げていく。ダッシュ8に特徴的長い観としては、運転室の丸い屋根、その直後にある運転室よりも背の高い機器室部分、テーパー付きの低く短いローフードなどがある。最初期に製造されたダッシュ8は、ダッシュ7の 生産ラインで製造されており、一般的なダッシュ8シリーズとは異なる外観をしている。これを GE の内部用語でクラシックと呼ぶ。1987年以降の新形式は信頼性の向上が図られた。合わせて故障が変更され、ダッシュ8から40倍とダッシュ8から 40C のようにシリーズ名出力プラス1台車あたりの車軸配置とされた。 従来の故障に従って B40 から8、C40 から8とも呼ばれる。駆動用モーターは直流である。突起以外の所言は下記の通り。B36 から8は1983年に1両製造されたダッシュ8の試作機である。後に B39 から 8E に改造された。B32 から8は 1984年から1989年までの間49両が製造された。3両がバーリントン農山鉄道に、1両が GE のデモ車に、45両がノーフォークサザン鉄道で使用された。B32 から8バイト WH は B32 から8の旅客列車経営用のバリエーションである。アムトラック用に20両が製造され、 1991年から使用された。ロードナンバーは500-519。赤、白、青の帯を巻いた車体塗色からペプシカンと相称された。後にアムトラックのフェーズ4という塗色スキームに変更され、現在はさらにフェーズ5という塗色に変更されている。現在では同じ GE のジェネシスに置き換えられ、B32 から8バイト WH は主に、 入れ替え作業で使用されている。時折、ジェネシスのダイソーで営業列車に使用されることがある。501、502の2両は、カリフォルニア交通局に買い取られて、2051、2052とされ、アムトラックカリフォルニア図色となり、キャピトルコリドー3、フォアキンの各線で使用されている。最前部が、サザンパシフィック鉄道の B39 から8。その後ろは、 エンド SD40T-2 である。B39 から8は1984年に3両が、アッキソンとピカンド、サンタフェ鉄道用に試作された。後に外観をダッシュ8から40バイトとほぼ、同様とした車両が145両が製造された。ロコモティブマネジメントサービスが102両、SP が40両導入したほか、試作車である。 B36 から8から改造されたものもある。B40 から8バイト。ダッシュ8から40バイトは、1988年から翌年にかけて150両が製造された。アツフに40両、コンレールに30両、ニューヨークサスケハナウェスタン鉄道に24両、セントルイスサウスウェスタン鉄道に54両、アメリカ合衆国エネルギー省に1両が納入された。他、 GE のデモ車が1両ある。BNSF 鉄道の B40 から 8BW。都職は、旧アッチソンとピカサンタフェ鉄道のスキーム。ダッシュ8から 40BW は1990年代に、圧符向けに84両が製造された。運転室が幅広タイプとなっており、ショートフードが、車体幅いっぱいに広がっている。B ユニットも製造されたが、 運転室の有無を問わず、車両価格は変わらなかったため、アツフは運転室付きを製造することとした。特起以外の所言は、下記の通り。C36 から8は、1982年に一両製造されたダッシュ8の試作機である。コンゲールからブラジル鉄道に乗とされた C32 から8。C32 から8は、ダッシュ8シリーズ初の量産形式である。 1984年から重量が製造され、すべてコンレールに収められた。当初はコンレールの塗色スキームにのっとり、青い車体とされたが、1997年からは、全車バラストエクスプレスと呼ばれる、砂利輸送列車専用機関車となり、塗色はグレーベースのものに変更された。ナショナルレールウェイ・イクイップメントの C39 から8。C39 から8は、 1984年から1987年にかけて161両が製造された。使用したのは、コンデールが22両、ノーフォークサザン鉄道が114両である。ギア比は83、20、動輪径は40インチである。NS には、車体外観が工術の C40 から8と同じものが別に25両あり。 C39 から 8E と分類されることがある。シカゴノースウェスタン鉄道の C40 から8、ダッシュ8から 40C は1987年から581両が製造された。ダッシュ8シリーズを代表する形式であり、単にダッシュ8とも、旧来の故障に倣って、C40 から8とも呼ばれる。シカゴノースウェスタン鉄道が77両。 コンレールが25両、CSX が147両。コンレールの6114、ダッシュ8から 40CW は1990年から1994年にかけて756両が製造された。C40 から8との違いは、セーフティワイドキャブを装備していることである。全車アップに収められた。1994年以降の装備は、 ダッシュ9から 44CW に引き継がれた。他の GE の機関車同様、本形式も長年にわたる製造期間の途中で改良が施され、後年に増備されたコンレール用の車両は冷却系をターボチャージャーのインタークーラー冷却用とエンジン冷却用とに分割した。また1993年と1994年にコンレールに収められた車両は、 インテグレーテッドファンクションディスプレイと呼ばれる液晶モニタ装置を搭載しており、フラッシングリアエンドデバイスからの情報など、それまでアナログのメーターで表示していたものがそこに表示されるようになっている。ギア比は83、20。C40 から 8M はカナダの鉄道向けの車両で全車カウルユニットとして84両が製造された。納入先は PC レールに26両。 カナディアンナショナル鉄道に55両、ケベックノースショアンドラブラドール鉄道に3両である。ダッシュ8から 40M とも呼ばれる。C41 から8はシカゴノースウェスタン鉄道に収められた。C40 から8の最後の3両の出力が4135馬力に向上されたものである。後にそれ以前に収められていた32両も同様の改造を受け、それらは C42 から8として使用されていた。1995年に C&NW がアップに合併されると、それらは C41 から8とされた。特徴として、ショートフード前面に握り棒があり、運転室横に C41 から8と描かれている。ダッシュ8から 41CW は、ダッシュ8から 40C の出力を最大4135馬力まで向上させ、 セーフティワイドキャブを搭載したもので、1993年と1994年に154両がアップと厚付用に製造された。また、ダッシュ8から 40CW を改造し、出力を向上させて本形式とされたものも存在する。車軸配置 BB のものが存在しないため、しばしば C が脱落してダッシュ8から 41W とも呼ばれる。 ダッシュ8から 44CW は1993年から1994年に53両が製造された。最初の3両はダッシュ8から 40CW の大枠、車体に出力を強化したエンジンを搭載していたが、後にダッシュ9シリーズの大枠や部品を使って製造された。そのため、前車は全長21.5メートル、後車は22.3メートルである。 全社 CSX トランスポーテーションに収められた。ありがとうございます。